新山の神トンネルは、富山県南都市にある、林道大線復興線上の道路トンネルである。全長は1430メートル。1989年に開通し、当時は林道トンネルとしては、日本最長であった。東都並郡戸賀村と同郡平村を隔てる、山の神峠を貫き、 深い谷合に位置する両村を直接結ぶ唯一の道路であるため、林道としては高規格な作りとなっており、大型車同士の対面交通が可能である。1992年に当時、日本一の長さの林道トンネルを持っていた、戸賀村は、日本一の高さを持つ林道橋を持つ宮崎県日の影町と姉妹協定を結んでいる。山の神トンネル。 戸賀川なお、旧道として山の上トンネルが、県トンネルのほぼ真上に位置する。こちらは1963年に開通した。戸賀川、平川からともに、アクセス可能であるが、路面が荒れている上に福音が小さく、また平川は、未舗装であるため、自動車での通行は困難である。新山の上トンネル、五海山合掌集落。ありがとうございます。